板橋には商店街がたくさんあり、魅力的なお店でにぎわっていますよね。今回はそんなお店の中から独自のサービスで評価される第6回板橋にぎわい店舗大賞受賞店をご紹介します。新型コロナの影響の中、感染防止対策を徹底的に行い、お客様が安心して買い物ができるように頑張っているそうです。早速行ってきます。板橋にぎわい店舗大賞は、区内の店舗の発展や商店街の活性化などを目的に行われています。第6回目の選定テーマはウィズコロナ、お客様が喜ぶ取り組みということで、感染防止策の徹底を行った上で、お客様が安心して入店できる工夫や思い切った業態転換などで評価されたこちらの3店舗が受賞されました。その受賞店をめぐる今回、はじめは大山駅から徒歩1分のところにある3代続く老舗の化粧品店ビューティー双葉です。対面サービスを提供するこちらは、感染症対策の設備の充実やお客様の満足度を高めることなどで受賞となりました。板橋にぎわい店舗大賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。受賞していかがですか？地道に毎日やってきたことが認められたんだなと思って、とても嬉しく思いました。受賞したポイントというのは何ですか？そうですね、スタッフのマスクといったものはもちろんのこと、空気清浄機を複数設け、あと24時間の空気換気システムを導入してます。また非接触型の手指消毒液と複数の普通の手指消毒液を置きましたり、お客様とスタッフの間にパーテーションを設けまして、お客様同士の間にもパーテーションを設けたことが受賞のポイントかなと思います。感染症対策かなりされたですね。はい、店舗ではお客様へのエステやメイクの施術などができないことで、売り上げに大きな影響を与えています。そんな状況の中、店舗では従業員の検温はもちろん、人が触れるところはその都度消毒を行い、感染症対策の啓発もすることで、安心してお客さんが買い物できるようにしています。その対応に40年通う常連のお客さんは、感染症対策こちらのお店しっかりされてると思うんですけども、どのように感じてますか？もちろんそれは言わずと、一般的にやってる皆さんよりも気をつけて、はい、本田さん手指を手を洗ってくださいって、アルコールどうぞって言ってくださったり、それはもう満足して全然心配ありません。昨年の9月に新店舗となったこちら、コロナ禍のため座席数の削減などを行う中、売り上げを保つための取り組みを聞きました。LINE とかファックスや電話を通じまして、今までやっていなかったんですけれども、宅配サービスといったものを導入させていただきました。他にもコロナ対策商品としてサプリメント、健康食品などの販売や、子どもが楽しめるイベントを企画して SNS などで発信し、来店を呼びかけたりしています。創業して68年、今ではおよそ1万点の商品を取り扱っているビューティー双葉。店名の由来は、祖父母が2人で生きていく場所から名付けたそうです。なんかこう代々受け継がれてきたこととか、教えられてきたこととか、大事にしなさいって言われてきたことありますか？まず在庫を欠かさないことと、定休日を設けないことって言ったこと、お化粧品っていつ切れるかわからないって言ったものがあるので、いらっしゃった時にきちんとお客様が使っている化粧品の在庫がきちんとあって、きちんとお渡しできるようにって言ったものを心がけて、定休日もですね、定休日といつでもお渡しできるって言ったことで、在庫っていうその2つは気をつけております。あと出会いを大切にすることといった3点は気をつけるように言われました。出会いを大切にするお店では10人のスタッフが対応、
その接客にお客さんは惚れ込んでいるようです。どんなところが魅力なんですか？あのね、ここのスタッフさんってとっても優しくて、みんなね、こう気持ちまでほっとしてストレスが発散して帰れますよ。ああ、そうなんですか、うん、だからもう他のところで化粧品買おうと思ってません。だからもうずっとここです。親子で通うこちらのお客さん、好きすぎてこんな利用法をしています。あのまとめて買わないんです、ちまちま買うの。そうするとほら会えるじゃないですか、皆さんに。来るためにチョコ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 買うっていうことなんですね。そうですね、そういうお店です。コロナ禍の中でもお客様の満足度を欠かせないお店、これからの取り組みを伺いました。お客様の安心安全をまず第一に考えて、かつお化粧品を選べるといったワクワクを提供させていただきたいと思います。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。2店舗目は板橋本町駅から徒歩5分、あけぼの商店街にある串揚げ豚肉料理の穂高です。こちらはコロナ禍で一時的に居酒屋からテイクアウトと通販に業態転換するなどして受賞となりました。受賞されていかがですか？いや、ちょっと正直かなりびっくりしましたね。うちみたいなこう ちっちゃいところがとか思ったんですけど、まあ、すごい嬉しかったです。はい、本当に光栄でした。受賞されたポイントは何ですか？はい、あのお話しさせてもらった時聞いたのが、テイクアウトに切り替えたのがすごい早かったと、他のお店に比べて。そのこう転換したことが評価してもらったって言ってましたね。はい、番組で以前伺った時はお座敷でお酒をたしなむことができましたが、新型コロナウイルスの感染拡大が始まってすぐ迷いはあったものの、昨年の4月に店内での飲食はやめ業態転換。これにより商店街から感染症対策として消毒液も提供され、昼はお弁当、夜は惣菜の販売を始めました。やはりコロナの影響大きかったと思うんですけども、はい、どのような影響がありましたか？いや、本当にね、本当に大きくて、もう新しい店始めたようなもんなんで、正直あのちょっと震えながらやってました。本当にもうどうなるんだろうって思いながら。そうですか。まあでも結局新しいお客さんもすごい来てくれて、あの新しいことできたので、まあ良かったかなって今のところは思ってます。今お店のおすすめはお弁当、中でも幕の内弁当は日替わりで肉、魚、野菜をバランスよく入れているそうです。その中で一押しのおかずは、店舗がオープン当初から使っているこだわりの豚肉です。あのこちらの豚のロースの醤油麹焼きなんですけど、はい、これあのジューシーポークといって陽明酒製造さんの、健康に陽明酒製造さんがプロデュースした豚肉で、本当にね、柔らかくて脂身も甘くて本当に美味しいので、これもぜひ食べてもらいたいです。では、うん、すごく美味しいです。よかったです、はい、ありがとうございます。あのもちろん柔らかいんですけども、はい、結構あっさりしてますね。そうなんですよ、肉質がね、なんか日本人に向いてるというか、なんかこうあす淡い感じの味わいで、あのお子さんとか、あのお年召した方とかでも食べやすい豚肉だなと思います。はい、しかも味付けが醤油麹、はい、そうですね、はい、それが珍しいんですけども、はい、なんかこの豚とすごく相性良くて、合いますよね、はい、他にも区内の農家から仕入れたほうれん草の卵焼きがおすすめ。あの、まあ、卵の甘さもそうなんですけども、うん、ほうれん草がすごい際立って、はい、そうですね、今日多めに入れました。多いですよね。そうですよね、はい、いっぱい入ってて、はい、でもあのやっぱ腕なのか分かんないんですけど、こんだけほうれん草入ってても水っぽくならなくて、すごいなって。もうちゃんと、ちゃんとやってます。ほうれん草美味しいですね。そうなんです、本当に、ね、味がしっかりしてる、いい味の野菜なので、うん、あの皆さん食べてもらいたいなと思います。ハスネファームさん の、うん、あの野菜、はい、おすすめです。お弁当の盛り付けはイタリア料理での経験を生かし彩りよく、メニューはお店のツイッターやブログで毎日更新しています。現在テレワーク中のこちらの女性は
店舗がテイクアウトになってから常連となりました。やっぱり私はその季節感、今の野菜を食べる、旬の野菜を食べれるとか、特に昨日とかはあのひな祭りのメニューがあって、あのハマグリとかエビを使った炊き込みご飯ですとか、それが一番素晴らしいなって思います。じゃあメニューも結構どんどん変わるから、 それも楽しみですよね。そうですよね。またなんか翌日見ると違うメニューが出てきて、あ、これ美味しそうだなって、また新しい発見があるので、すごく嬉しいです。店舗では現在7名のアルバイトを雇っています。こちらの学生さんは地方から上京して一人暮らし。コロナ禍で影響はあったのでしょうか。そんなに激減することもなく、週末とかも入れていただいて使っていただけてるので、あのすごいお金に困るとかもなく雇っていただけてます。どうですか、まかないなども食べてますか。はい、このテイクアウトになってからお弁当とかをいただけるようになって、お家でお弁当食べてます。すごいありがたいです。お店の今後の展望を伺いました。まあ、ワクチンとかみんなで打って本当にこう安心できるようになったら、やはり結局あの店内の営業は再開したいなとは思ってます。その時に今まで今回やったこともできればうまくこう取り入れつつ、あのよりお客さんに喜んでもらえるようなお店にしていければなと思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後は光が丘百合の木商店会にあるご飯レストラン聖司です。こちらは炊きたてご飯が魅力の和食店でしたが、テイクアウトに特化して営業を継続。通常のお弁当のほか、店内で提供していた料理を真空パックでご家庭にも届けられるようにした点などが評価されました。高島平にある区立熱帯環境植物館では昨年の9月から改修工事を行っていましたが、4月20日にリフレッシュオープンします。外の看板もだいぶ変わりましたね。そうですね、あのガラッとイメージチェンジしてだいぶシックな感じになったんじゃないかと思います。かっこいい感じになりましたね。ありがとうございます。およそ半年間の休館でしたけども、どのあたり改修されたんですか。はい、当館はですね、平成6年の9月に、開館いたしましてですね、それ以来の一番の大きな改修工事になったんですけれども、まずですね、目に見えない部分なんですが、空調関係、こちらの方をですね、だいぶ新しくしました。熱帯館はですね、夏は暑いというようなね、声もありましたので、どの季節でも、気持ちよく過ごしていただけるようになったかと。他にも換気設備も新しくなった熱帯環境植物館。温室では隣接している板橋製造工場の余熱を利用し、吹き抜けとなる大空間を使って東南アジアの熱帯雨林を立体的に再現しています。その中で改修したところを案内してもらいました。こちらの橋すごく綺麗になりましたね。ありがとうございます。あの温室の中でもね、こちら一番痛みが激しかったところなんで、綺麗になって、安心してます。でこちらのですね、照明、はい、LED 照明がついたんですね。ここあの植物が生い茂ってるんで、冬の夜なんかかなり暗くなるので、安心してね歩いていただけると思います。またあのこのね、橋、温室の暖房がこの中に隠されているんですよ。暖房が隠されてるんですか、はい、前の橋にもですね、その暖房ついてたんですけども、だいぶ前に壊れてしまって、効かない状態になってたんですね。そちらの方も新しくなりました。さらに2階にある高山植物が育つ冷室には、強い日差しから植物を守るサンシェードを設置。温室の高い木を上から眺める2階の回廊は、傷みが激しかったので改修され塗装が施されました。ここにはハイビスカスやプルメリアなどの鉢植えが並ぶ予定です。魅力発信板橋ナビ、いかがでしたか。これからも板橋の情報をどんどんお伝えしていきます。それではまたお会いしましょう。